回戻してるのはダメなんですかね、ダンボール。ああ、別に。やり方は好きなようにしてくれていいんだけど。ほら、俺頭悪いからさ。めっちゃ頭悪いですよ。めっちゃ頭悪いですよ。どうしよう。え？うん。だってその、一回リスト見て何がいるか見てから、うん、一気に出した方が多分効率よくないの。ああ、俺その効率っていう言葉、一番嫌いだから。十二星座占いっていうのをやるんですよね。で、僕乙女座なんですけど、その日乙女座最下位だったんですよ。で、何言われるのかなと思って内容を聞いてたら、今日の乙女座のあなたは、見たくないものを見てしまいショックを受けるかもって言われて、見えてないねんけどなとか思ってたら、どうしようかなとか思いながらね。まあでも星座占いとかね、まあそれ以外の星座の占いとかもいっぱいありますけどね、こうなんか最下位になったりとか嫌なこと言われてへこんだりする人も多いと思いますけどね。まあ僕がそういう人たちに言えることがあるとしたら一個だけで、たとえ占いが最下位になったとしても見えてるならそれだけでラッキーです。いやいつまで目の前おんねん、クソが。芸人一の嫌われもんが裏では後輩全員呼び捨て、先輩の評判も終わってるやん。ちょ待って、どうしたちょ待って、どうしたの俺そんな評判悪いな。ラップバトルで言ってるだけなのよ俺。ちょなんかブツブツ出てきたんだ。大丈夫ですか。もう嫌や、もう塗り薬買ってきてあげるわ。終わろうぜ、もう嫌や俺。終わろうぜじゃないねん、テンポよく行きたいから。いやテンポ、もう一回俺から言って。いやさあ、僕運命の日は何をしているのかな。上の空だよね。ああいい、上の空。でもさ、これなんか僕考えてそう、これ何考えてるのかな。あ、告白のね練習をこうしっかり考えてる、偉いですね。あ、でもなんかもう一個考えてそう、これ一体何考えてるのかな。立ち位置が逆のパターンなんだよ。え、嘘。どこから？全部。全部？え、スパイとか？いそう。嘘？え、なんでこんなことするの？こんなことしたらどうなるのかなと思って。怖い。え、ほんまに理由を教えてほしい。なんでこんなことしたの？こんなことしたらどうなるのかなって思って。怖い。あ、分かった。お金貸してほしいとかそういうこと？お金はいらん。お金であってほしい。細身、細身、はい。おかっぱ、おかっぱ、太眉。お、俺だ。はい。俺だよそれ。ちょっと俺だよそれ。これに完全に一致する人物として、え？赤木警部の写真を見せたところ。ありがとう。ちょっと彼女の感想が、うん。これじゃない。え？清潔感がない、うん、生理的に無理。これ逮捕しろ。ハンドスピナーじゃなくて、そうや、上から見た時のチャンクを囲んでる力士やな。毛骨掴んでお前見えとんな。ご注文は決まりになりましたらベルで呼びください。はいはい。あ、どうしました。ごめんなさい。え、浮遊するイソギンチャクが飛んできた。誰が。髪の毛なんですけど。ごめんなさい。腹立つんですけど。ご注文は？まだ決まってません。まだかい。考える人です。考える人。はい。生で見るの初めてです、これ。本当ですか。うん、で奥に向かってね、うん、考え込む人、考え抜く人、うん、考えすぎた人です。あ、これシリーズやった。はい。僕、一作品目をずっと見てたってことなんですかね。あ、考える人ね。これみんな見たことあるやつですね。あ、考え込む人。さっきより深いね。あ、考え抜く人。うーってなってるけど、これ次どうなんのこれ。考えすぎた。なんやねん。売れや。売れよこれ。なめんなよ、売れるということ。え、お着物着た、お着物着た。はい、行こう。はい、しゃなりどうも、おこしやすです、木崎です。誰も待ってはりませんよ。九条ネギ、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 九条ネギ。昨日やった行動を思い出してね。はいはい。あ、ここで落としたんちゃうかって分かったら、はい、俺とお客さんがお前に教えてあげるから。わかります。わかりました。何や、わかりますという謎の日本語は。よく寝た。起きたとこから別に思い出さんでええけどやな。朝シャンしよう。朝シャンね、朝お風呂入る人もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。ラグビーのハッカーみたいに体洗うなよ。洗えてるそれ。肘と内ももしか多分洗えてないと思うけどね。例えば先輩がさ、あっこの店美味しいらしいでって言うてきてくれたとしたらなんて答えんねん。いや、まだ会食早いっす。それやめろって。盛り下がんねん。合ってんねんで。合ってるけど知らなかったですって言うてあげた方が先輩も嬉しいやん。言うてあげた方がってものすごい上から言うてるよ。知らん、知ってても知らんって言ってあげんねん。可愛い後輩やん。可愛いは作れんねん。こいつ貴重ないですか。やめろや。何やねん。可
タンみたいなこと言ってるやないか。ええやろ、見てるやろ。シャコタンみたいな顔してるやないか。誰やねん。どうも、おまりさん。今日どうされました？あ、今日はね、あの、実は行方不明者の捜索に来てまして。行方不明者？そうなんですよ。この前、詐欺師の話をしたね。はいはいはい。今度は、本物の音楽プロデューサーが行方不明になったんですよ。本物の？はい、あのね、あのそんな顔は売れてない人なんですけど、すごい大物の、とにかく有名な人で、え1週間前ぐらいにね、この辺りで目撃されたのを最後に、行方が分からなくなってるんですよ。あの、すいません、それってどんな人ですか？あのね、滑舌がすごく悪い、諸見里っていう方なんですよ。あの人本物やった？トイレから手が！まさか、行方不明のプロデューサーの私をトイレ流しなんて、やばいね。またそれか。